ื้นที่เข้ามาทีละあ、なぜ笑う。うん。上智大学の根本圭です。こんにちは。ミャンマーが大変なことになっています。2月1日のクーデター、私も大変に驚きました。その後の暴虐な封じ込め方にもっと心を痛めています。ミャンマーもまたコロナで苦しんでいる社会だったんですけども、そこに軍事政権が登場し、人々を狙い撃ちして殺していくという現実、それを見ながら耐え難い日々を送っています。今日はそういう中、なるべく冷静に解説したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。筑波大学の富山彩子と申します。本日はよろしくお願いいたします。タイはですね、2014年の軍事クーデター以降、現在に至るまで軍が政治権力をですね掌握し続けている状態が続いております。コロナのおかげでですね、一時は路上での政治っていうのは収まっていたんですけれども、その後ですね、また去年の夏以降ですね、路上でですね、デモ隊と警察や軍との衝突が再び起こるようになっております。なかなかですね、もう7年ぐらいこの状態が続いておりますので、ここからどういうふうにですね、再び民主化に向かっていくのか、こう出口が見えない状態が続いております。この点についてですね、今日はちょっとディスカッションしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。京都大学東南アジア地域研究研究所連携講師の川本かなえです。私は毎年ミャンマーに1ヶ月ほど毎年調査に行くんですけれども、昨年はコロナで行けなくて、行けないままこういうクーデターが起きてしまっても、今すぐでも飛んでいきたいんですけれども、コロナとクーデターと二重の意味でもうミャンマーに入れないことになってしまいました。皆さんこんにちは。上智大学国際教養学部の、新卒行政ニコールと申します。春から、日本の企業に、新社会人になります。よろしくお願いいたします。経済的な影響だけではなく、タイの、人々の、自由も、コロナがあるからといって、デモとかデモができないか、デモができ自由にできないとか、人々が、デモが参加したからといって、いろんなプロセキューションが、あったりして、それが、タイの人々が、いろんな困難が、経験しています。私の名前はモーミートゥエと言います。みんなからはモーエって呼ばれています。私は日本に来てもう26年目になり、会社を経営しています。その会社と、あとは、今年の4月1日からは、法学院大学で博士課程に入り、自分の研究を今やっています。所以呢毛在哪了？所以呢2月1日には、山国民一人として本当に大変なことが起こったなっていう感じました。それで、昨日までの、520名がもう殺害されています。だから今山の国民は国内に山の山に住んでいる人も、全国に住んでいる人もどこに住んでても安全がなくなってしまって、家に行っても殺されるっていう、あとは買い物しても殺されるっていう、そういう恐怖をもう追われて今生活をしています。とても心配な状況です。
今はあの、メンマで連日、毎日、デモが起こって、それに対して、ドローンと警察が、対応にして、それで、その対応の仕方が、国民にはもう、受けがたい、ことが起こってます。デモというよりは、デモを、解散するよりは、もう本当に殺しっていう形になってしまって、本当に実弾とか、今この間は、手榴弾とか、あの、PRGとか、いろんなその戦争に使われてる、 武器を使用して、国民を殺している状態です。だから、みんな、特に、デモに参加している方たちは、今の若者なんですね。それで、ほとんど殺された方は若いと、もう子供も含まれて、今は子供は7名ぐらいになってて、子供も含まれて、もう本当に19歳、18歳、これからの、若者は殺されてます。 現状何が起きているかを知るための基本的な情報を提供いたします。まず軍政期に軍が作った憲法に基づいて、軍と警察と国境治安の権限は 100% 軍の最高司令官が握っています。その力を使ってセビリアンコントロールの部分、すなわちアウンサンスーチー国家顧問の影響力を及ぶ範囲を全部力ずくで倒したのが 現在の状況で、それに従わない国民を日々撃ち殺していると言うふうに言います。ところが軍にとって唯一の計算違いは市民的不服従運動が発生し、それが広がり、そして長期化しているということです。これは1988年の民主化運動を封じ込めた時とか、また2007年の僧侶のデモを封じ込めた時と違うんですね。 その2回は大体1、2週間で武力で封じ込めています。非常に残虐なやり方で封じ込めました。その成功体験があるものですから、今回も国民は2週間もすれば黙ると封じ込めるぞということでクーデターをしたというふうに見られます。しかし不服従運動という軍が想定していなかった形での国民の抵抗が大きい、それが広がり長期化する。これは 非常に封じ込めにくいわけですね。街頭に出てシュプレヒコールを叫ぶのであれば撃ち殺すということができるんですけども、人々が職場に行かない、またお店は物を売らない、また人々がバイ運動をする道路をわざと渋滞にさせるとか、そういう様々な方法で国民が非暴力で抵抗しています。不服従を示しています。これを封じ込めることがいかに困難か、今 クーデター政権は悩んでいるわけですね。そしてもう一つは国際世論が少なくとも暴力行為に対しては非常に強く批判している。中国ロシアですらミャンマーの軍政に対して親和性が強い、中国ロシアですら暴力行為はすぐにやめろということを国連の安全保障理事会で同意しているんですね。そうなると 88年や2007年の時のような軍が出てきて一斉に撃って、 いっぺんに何十人がバタバタ倒れるということはやりにくい。そこで今のように毎日少しずつ狙い撃ちして殺しているという、ある意味より残虐な方法で軍は国民の封じ込め不服従運動の力ずくである封じ込めを目指している。しかしですね、これはもう既に500人以上の死者が出ていまして、結果的には1988年の民主化運動封じ込めよりも多くの犠牲者になりつつある。で、あと一言付け加えれば、 クーデター政権はですね、国民の支持基盤を必要としないんですね。ミャンマー国軍は40万人から45万人いて、あと家族を加えればせいぜい100万人の勢力ですけど、その100万人が生きていければいい、そういう集団なんです。ですから国民の支持基盤が必要ない、自分たちの経済利権が確保できる、いくつか自分たちを助けてくれる国家があればいい、それによって軍が栄えればいいということで、 本来の自分の国家ミャンマーを発展させるという意図に大きく欠けている集団だというふうに言えます。したがって国民を敵に回してもいいんですね。敵に回してもいいからこそ今のように殺しているわけです。
いんですけれども、一般の方々は本当にアクティブに、特にミャンマー外に住んでいるミャンマー人ですね、日本ですとかそういった方々たちは本当に活動的にそのデモのことや最新情報というのを載せてらっしゃるんですが、全く対照的に僧侶の方々、ミャンマーに住んでいる僧侶の方々はそういう話題には触れてらっしゃらないです。仏教行事を今日しましたとか、そういう儀式の写真を載せていらっしゃったり、そういうことが続いています。あちらの上座部の仏教僧侶というのは戒律というのを非常に227厳守なさっておりまして、その中にはやっぱり政治活動に関わってはいけないということがあります。僧侶がしてはいけないことがたくさんあります。車の運転、占い、医療行為、掛け事、政治の話自体もそうなんですね。ですので、真面目な僧侶であればあるほどそういうことには消極的になります。で現在はその3月末ぐらいからナンダレーで静かな僧侶によるデモというのが行われて、毎日それはアップされています。あと上座部仏教徒の国っていうのは各国にサンガ、仏教サンガがあるんですけれども、ミャンマーサンガの方で3月16日に国軍の方にこういった国民の虐殺をやめるようにという穏やかですけれどもそういう声明文というのを出されたというのを聞いています。一言で言うと、絶望的というのことになりました。タイの政治は、軍事だけではなく、王様について複雑な影響になりました。王様について、反対している人々が、恐怖に生きている、ためです。例えばメス・マジェスティの、法律を使って、王様について、話す人々が、韓国にいる人も、いっぱいいます。例えば私の高校の、後輩たちもタイに、いたら、もちろん経済的にも、厳しい状態になっているし、自分自身の自由も、使えないっていう形になりますので、私高校の時は、その時軍事政府が、クーデターを行っていろんな学生活動をしましたが、全力で、学生活動をしたなのに、タイの人々が、クーデターが普通だ、クーデターが必要だという、意見が、すごく持ってて、私自身も、絶望とか感じてて、タイに残しても、何かできるかもう自分も分からないし、なので、日本に来ました。ですね、タイの場合は2014年5月にクーデターが起きたんですけれども、その時点でですね、皆さん日本の皆さんもよくご存知かと思いますけど、赤シャツと黄シャツということでタクシン派と保守派の間でですね、路上デモが、10年近く続いておりました。そのために世論が2つに割れていると感じたですね、プラユット軍事政権はソーシャルメディアのですね、実は取り締まりを最重要課題といたしました。で、実際に何を使って取り締まったのかというと、革命団布告ですね、クーデターの後に出るんですけど、革命団布告と命令、あとコンピューター犯罪法、あとサイバー安全保障法、これらの法律を使ってですね、ソーシャルメディアの中で特にですね、王室に関する王室に対して批判的な書き込みっていうのをどんどん摘発して、その書き込んでいたそのツイッターとかフェイスブックのアカウントを削除するということをですね、ずっとその後繰り返してまいりました。で、そのアカウント削除の仕事をしていたのがですね、陸軍サイバー部隊と国家警察テクノロジー犯罪取締局、あとデジタル社会経済省ですね、この3つの組織が協力し合って、王室にとって都合の悪い革命を削除し続けてきたのが去年ぐらいまでの状況です。はい。
で、その王室に関しましてはですね、去年のただ夏からですね、王室改革運動がより激化してきましたので、ソーシャルメディアの取り締まりだけでは追いつかなくなりました。そのために、去年のですね、そうですね、11月以降、不敬罪、タイの刑法112条という非常に重い罪、最長15年の懲役が科される重い罪を使ってですね、どんどん反王室的な言動をするデモ隊を摘発するようになりました。で、アイローというですね、タイの民主化運動の中に協力している NGO がまとめた今年3月26日付のデータでは、最新のデータではですね、去年の秋から現在までですね、全部で67件の訴訟が提起されております。うち34件がデモ関係の訴訟で、全部で76人の被告がいて、うち6人に関しては未成年です。一番の衝撃だったのはですね、まだ16歳の男の子が王室を揶揄するようなファッションをしてね、タイでは国王は国民の父、君王と言われてたんですけど、自分の父親は王様じゃないよと、自分のお父さん本当に海のってか、その血縁のお父さんだけですというようなメッセージをですね、背中に書いてファッションショーを行ったんですね。これの罪で実は不敬罪で拘束されたというのがですね、最近話題になったところです。今で3回目ですね。最初の時は62人、62人の時はその少数民族のいろんなその事情があって、クーデターされた。その時も反対運動が起こったんですけど、そのさっき根本先生が言った暴力で封じ込められて、それが成功して、それから88年まで軍事政権が続いたわけですね。それで88年にあった時には、みんなご存知の通り、国民全部が立ち上げて、民主化運動が始まったんですね。その時に一人のリーダーが誕生しました。それが今の国家公務であるアウン・サン・スー・チー氏であります。それで88年の時は私はその時は大学卒業、して、87年に卒業してるから、その時は大学生ではありませんが、一応そのデモには参加しました。その88年の時に、今と同じぐらいもう全国民が立ち上がって民主化運動を参加しました。その時はその時は、正式ではありませんけど、全体で3000人ぐらいが亡くなったんですね。それで3000人以上が亡くなって、その終わりには2000人ぐらい、ヤンゴン市民では2000人ぐらいが亡くなったっていうふうに言われてます。その時は、さっき根本先生も言った通り、暴力で抑えられたっていうのは1ヶ月後には沈静化して、それで軍政権が誕生したわけですね。でも2021年、今の今回のクーデターでは88年と全然違う形になっている。なぜかというと、インターネットっていう普及したわけであって、88年とかはそういう映像化とかは見られてないんですね。だから、何がしてんだ、あそこで誰が亡くなったって言っても、ちょっと感情は薄いんですね。だけど今21年にはもう本当に現地でできていることはインターネットですぐ見られて、国民はもうもっと感情的になって、あんなにひどいことされてるっていうのを初めてというか、そういう例を知ってて、一応若い世代が特にですね、若い世代が今デモ参加には多いんですね。それで18から25代、今言うとジェネレーション Z っていう Z っていう Z 世代が
主に参加しています。それによってあのクーデター、あの今 の, あの軍事政権はもう悩まされてますね。なぜかというと、その若い人たちはあの自由が与えられて、私たちの世代とかは、まあ、軍事責任の下にあったから、あの怖い、あの本当に怖いっていうか、もう何政治に行っても刑務所行くので、まあ、一応それはあまり言わなくて、そんなにあのもう本当に沈静化してるんですけど、今回はあの2010年ぐらいから民主化にあのミャンマーが変化してて、まあ、一応その10年間ぐらいその自由なあの人生をあの若者が送ってきて、それでインターネットの普及もあり、あのその国際的にも見てるので、まあ、彼らのその主観とか、まあ、価値観とかはあの88年世代とか違っていて、今だから若者はもう死んでもいいからあのその、その軍事政権を倒すっていう、そういうあの気持ちになってます。だから今あの毎日殺されてもあのもう街に出てあの自分の意思をあのはっきりと示してますね。だからなぜそのあの軍事政権があのそういうクーデターが繰り返されているというと、88年には、軍政権がその軍事政権があのいろんな組織を作ったんですよ。一つ目はあの、USDP という党ですね。それであの、その次があの、経済にもあの手を出してるんですよ。だから今あの日本でも話題になってるあのキリンとか、あとは今ワインコンプレックスとか、そういう経済の面でもう軍が強くなってて、もう経済 もうほとんど逃げてる状態ですね。それでそれを失うのは彼らは怖いと思う。だからあの権力も持ち続けたいし、さっきみたいな経済も持ち続けたいし、政治でもその自分 あの党を作っているので、まあ、あの USDP 党っていうあるんですけど、その3つをあのもう維持続けたい、そのためにあのゴンはあのそれをクーデターをあの繰り返していると思います。私たちあの軍側は、まあ、私たちは武力で抑えればそれで国民はもうあの自分の言いなりになるって思ってると思います。それであのそういう繰り返してるんだと思います。あの長く続いた軍政の時代にですね、軍政が国内あちこちに立てた政治スローガンの看板があります。いろんな種類のスローガンがありましたが、その中で最も印象的だったのは、国軍だけが母、国軍だけが父、周りの言うことを信じるな、両親の言うことだけを信じろという、そういうスローガンです。それに表れているように、自分たち国軍がミャンマーという国家の親なんだと、だから従える、周りが何を言っても従うだ、信じるだというのは、これは政党のことを言ってるんですね。また政治家のことを言ってるんですね。そういった人たちは国民を騙し、党に党略を行う連中だと。軍だけは党に党略と縁がない、無縁であり、ミャンマーという国家を正しい方向に導く能力と実力を持っている、そういう自負心ですね。でこれがいつ頃出てきたかというと、1962年以降なんですね。最初のクーデター、最初のクーデターによってウルヌー首相の政権、議会制民主主義の体制を壊し、軍が主導するビルマ式社会主義という体制を作ったんですけども、この頃から政治に関与する軍であって当然、政治に関与するからこそ我がミャンマー国軍は素晴らしいのだという論理を展開するようになったんです。一つ分かりやすい事例を申しますと、お隣のインドはあれだけの民族がいて、あれだけの宗教がありますけれども、ただの一度も混乱期に軍が政権を取るということはありませんでした。軍政の経験はインドではないんです。それに対してミャンマー国軍はどういう反応を示したか。インドの軍はだらしない、国政が乱れた時に政治に関与しない、我がミャンマーの軍は革命の中で生まれた、まあ、独立闘争の中で生まれて、イギリス帝国主義と日本ファシストを倒したわけですから、まあ、そういう自負心を持ってますから、我が国軍はミャンマーの政治を正しい方向に導く国家を作っていく柱だという自負心を持ってますから、お隣のインドの国軍が
政治に関与しないことをだらしないというふうに批判するんですね。でまたしょっちゅう軍政が登場するパキスタンの軍に関しては褒めるんですね。パキスタンの国家が混乱した時にパキスタン軍は責任を持って介入しコントロールしている、まあ、そういうことですから、もう60年以上、のその政治に関与して当然という軍の理解があります。そうしますとそれを否定する集団が政権を取ればこれは力ずくで倒す。1962年がその第1回、そして88年は自分たちが進めたビルマ式社会主義が大失敗し民主化運動が起きたんですけども、民主化なんかとんでもないということでクーデターを起こす。そしてその後はですね、自分たちで憲法を作り軍の権限をはっきり定め一部セビリアンコントロールに任せるという役割分担のような憲法を作りました。これが2008年です。そして2011年にいわゆる民政移管をし軍政のナンバー4だったテインセイという人間が大統領に就任します。でそこから10年間今のミャンマーの民主化への歩み、経済自由化、経済成長への歩みが進むんですが、基本は軍の権限を保障した憲法の上に軍の息のかかった人物が乗る、軍の息のかかった政権が乗る、これが理想なんですね。テインセイ大統領の5年間はですから良かったんです。しかし2016年以降アウン・サン・スー・チー政権になり、アウン・サン・スー・チーが憲法に規定されていなかった国家顧問という新しい役職を作って大統領の上に就いた。これが軍としては許せなかった。そこでこの役割分担の憲法は残したまんま、セビリアンコントロールの中の NLD アウン・サン・スー・チーは追放するというので今回クーデターを実行したわけです。ですから彼らはアウン・サン・スー・チーの復帰を絶対に認めない、 NLD は解散に追い込むということをはっきり姿勢で示しています。それに対して国民が不服従運動で長期にあたって反発し抵抗し、我々が選んだアウン・サン・スー・チー政権、去年の11月 NLD は圧勝しましたけども、国民の総意をきちっと実現しろということで今クーデターに反発を抵抗を続けているわけです。そしてもう一つ付け加えますと、軍はですね、国民の中に支持基盤を作ろうとしませんから、逆に言うとですね、国民の世論というものが読めない集団でもですね、1990年軍政期に選挙をしましたが NLD が主張しました。アウン・サン・スー・チーを自宅軟禁にしてながら、でこれはでも NLD が主張すると勝ったら軍政が選挙なんかするわけない、これは自分たちが勝てると思ったんですね。 NLD というアウン・サン・スー・チーの政党は勝てないと思ったんですね。ところが蓋を開けたら大勝してしまったので、1990年の選挙はなかったことにしたわけです。次に2015年の選挙、テインセイン大統領の1期目が終わって、その次の総選挙 NLD が大々的に出馬しました、候補者が。でこれで NLD が圧勝した時にはさすがにクーデターを起こすことなく、テインセイン大統領はアウン・サン・スー・チー NLD に政権を移譲しました。しかしアウン・サン・スー・チー政権の5年間は軍から見て我慢がならない、すなわち自分たちの利権憲法を変えようとしている、壊そうとしている。先ほど、モーミントレさんの方からですね、軍は2つの持ち株会社を持っている、国家予算の国防予算を上回る額を自分たちが経営する2つの持ち株会社の株主配当金で、得てるんですね。それが軍のトップのポケットマネーにもなっている。でそれは守りたい、でそういったものを崩そうとする、政権は絶対に認めない。したがってアウン・サン・スー・チー NLD を抜きにした軍の息のかかった政権を何が何でも作るというのがクーデター政権の論理であり、それは一言で言えば軍は政治に関与して当然というミャンマー国軍に染み付いた政治 DNA、 そこに行き着くというふうに言えます。してるかっていうのは私は外から見てて本当に分からないです。私にも本当に分からないんですけれども、ただ一つ例を挙げますと、まあ、江戸の末期に山本城長の葉隠れという本が書かれて、それが
なんていうか武士道のエッセンスのようなものとして 今も語り継がれてますよね。日本 で海外にも翻訳されて広く読まれてます。だけど三島由紀夫がそれを指摘してたのが、葉隠のがああいうふうに書かれたのは、武士道のストイックな精神に書かれたのは、それが実践されてたわけではなくて、それがもう絶滅しそうになっていた、亡くなってたから反面教師として強調で書かれたんだという。つまり仏教で上座部仏教でミャンマーで慈悲ですとか不殺生とかそういうことが特に強調されるのは反面的な意味もあると思うんですね。で私がミャンマーにいて、ミャンマー人が自分たちのことを批判するとき、ミャンマー人は本当に嫉妬深いでしょってよく言われるんです。本当に嫉妬が強いんですって。つまり嫉妬のせいで職場とか自分 の, 集団にいられなくて、集団から追い出されるってこともよくあったんですね。嫉妬、つまり嫉妬するから嫉妬しないようにという教えがより強調されている。慈悲を持ちましょうとか慈しみを持ちましょうってことがあるんだと思います。はい、まあタイの場合ですね、非常にクーデーターが多く経験した国と言われます。私の、20代の人生なんですけど、私の人生の中で、まあ、自分自身で、2回のクーデーターを経験しました。まあ、タイの元は、自由の国と思われるかもしれませんが、例えば LGBT の自由とか、いろんな女性が活躍している方々も、すごくいらっしゃいますが、裏はですね、まあ、半分の民主主義という、状態が続いてました。まあ、タイは、普通の、政治家とか、政治の党だけではなく、裏のディープステイトというの、パワー、王様のネットワークがあって、例えば、民主主義家が、強すぎた場合は、ディープステイトが、いろんな機械を使って、その民主主義家を、止めようとすることにします。なので、タイは、民主主義の、選挙されていた、政府のと、クーデターの、サイクル、ビシュスサイクルが、続いてます。まあ、国民の、見方、国民のプロスペクティブから見ると、クーデターが、まあ、怖いことではなく、普通の、political intervention に満たされています。例えば、最近の、遠山先生が言った通り、イエローシャツと、レッドシャツのコンフリクトが多くなって、軍がクーデターを、起こして、タイの人々が、この軍が、このコンフリクトを止めようと、という機会に満たされます。なので、タイのクーデターは、まあ、すごい怖いものではなく、タイの人々が、例えば、まあ、軍に、花をあげたり、祝いしたりすることもしますので、なので 私から見ると、クーデターの一般化、ノーマライゼーションのクーデターがありますので、なので、このノーマライゼーションが、止められなければ、もうタイの民主主義家がこれからも、まあ、厳しくなるかもしれません。タイ政治の研究においてはですね、非常に重要なテーマの一つです。タイはですね、今まで1932年の立憲革命以降ですね、絶対王政から立憲君主制に変わった後、成功したクーデターだけで13回のクーデターが実行されました。ただ13回のクーデターがあるといってもですね、時期によってクーデターの起きたコンテキストは実は変化をしています。最初期の頃はですね、
立憲革命を実行した陸軍、海軍、それからロイヤリスト、応答派、あと官僚勢力との間の、政治権力闘争の結果としてクーデターが何回も起こっております。でその後1950年代の末以降はですね、陸軍と応答派ですねを中心に、まあ、権力の掌握がなされまして、この軍とですね、陸軍と王室が権力基盤を築いていく中でですね、民政派の議員ですね、下院議員などの勢力が大きくなりすぎた場合、バックラッシュとしてですね、再びクーデターが起こって、軍が政治権力を回復する。でまた選挙をやって、国会議員が登場して、また軍の権力が利権が侵されると再びクーデターというサイクルが続きました。で、直近2度のクーデターは、しかしコンテキストがまだちょっと違います。2006年、2014年のクーデターはより構造的な危機に関わるものです。タイはですね、大体80年代以降ですね、王室を頂点に、まあ、軍、官僚、そして大資本家の間のサークルですね、まあ、人によってはネットワークモナーキーと呼ぶ人もいるんですけれども、この既得権益ネットワークが完成をいたしました。これ、まあ、王室の権威をですね、なんていうか、その正当性として既得権益ネットワークが利権を維持していくシステムなんですけれども、2001年にですね、タクシン・チナワット政権がですね、登場したことによって、国民の間にタクシン首相が非常に人気が高まりました。このことによってですね、この既得権益ネットワークが反発をしてですね、タクシンを追い出すために2006年クーデターをやったんですけど、これが原因で、実はタイ国民の間でね、それまで民主的で慈悲深く政治的にも中立であるプーミポン国王というですね、憲法や政治の上にいる存在だと思ってた王様が、実はこの王様こそがですね、タイの民主化を妨げる主たる原因なんじゃないかというふうに多くの国民が疑問を感じるようになってきたんですね。そうすると既得権益ネットワークはですね、自分たちの利権を残したいんです。でも一番大切なその錦の御旗であるですね、プーミポン国王の権威が揺らぎ始めたということで、ここから赤シャツと T シャツのですね、路上デモ合戦が始まって、で、なんていうかな、なかなかそれでも勝ち目がないので、最後決定打として2014年のクーデターが起こって現在に至っているという状況です。だからですね、政治的なその既得権益を支えてきたですね、政治的な基本構造が揺らぎ始めたことに対する反発として起こったのが直近2度のクーデターですので、より体制時っていうのはクリティカルな状況にあるというふうに言えると思います。ဒီလိုမှလည်းတားတွေတမိတွေရှိမှာပါသူတို့လူဟိုပါပေါ့ကိုချင်းစာနာမှုမရှိတာပေါ့နော်ဒီကလေးလေးတို့သူတို့ရက်ဆက်စွာတတ်ဖြတ်တာဒီသူတို့ကတကယ်ကိုလူသားမဆန်တာလူသားမဆန်တာပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အာဏာတစ်ခုတည်းကိုကြည်တာအန်တီအနေနဲ့တော့မတားခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတားခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အန်တီအနေနဲ့လည်းအားပေးခဲ့တာပေါ့ကိုသားကိုကလေးတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတော့日本国民としては、まあ、日本政府の動きがちょっと鈍いところもありますし、あとは今日本の企業がミャンマーの方に進出している会社は400以上あります。それも今一応、まあ、中断されている、まあ、何もできない状態でもあります。あとは今ですね、ミャンマー国内の動きとしては今 CRPH っていうミャンマー連邦議会代表委員会っていうのを立ち上げて、それは2020年11月の選挙で選ばれた国会議員たちが15名で作った委員会ですね。その委員会が今今の軍政権に対していろんな戦いをしているわけですね。だから日本政府としては今のミャンマー連邦議会代表委員会を
購入してほしいんです。それ購入 してあの政府として、まあ、一応山あの CRPC もあの4月1日からあの正式なあの政府を作る予定にはなってます。その時に国防省とかあとはいろんなその大臣とかを指名する予定であります。だから今あの問題はその CRPH が今動きとしてはあの山の連邦軍隊を作りたいっていう、それは山の国民からの希望であり、なぜかというとその今の軍を戦う上ではあの武器と武器で戦うしかないんですね。なぜかというと今ネマ国民にあの狙い撃ちされてるんですよ。ほとんどがもうテレビにも出た通りあの頭とあの背中を撃ちますよっていう、逆らうものはそういうふうにしますよっていうふうにあのもうはっきりしてるし、だからあの CRPH あの並びにそのミャンマー国民はその国軍を倒すためには軍隊を持てないとダメですね。それで今あの少数民族であるカレンとかガチェンのあの方あの日本からは、まあ、正式な 武器組織はあり、そこで今あの戦争をあの国境の方で行われているんですけど、まあ、それに対してミャンマー軍はあの空軍でもう対応しているから、今1万人ぐらいはあのタイの方国境の方にあの逃げているところもありますし、だからそういうあの、ミャンマーのその政府の代わりに今誕生しているミャンマー連邦あの議会代表委員会を日本政府は早く公認してほしいし、それにあのどういうあの例えばあのその軍の教育とか、あとは今そういうあの武器の調達とか、なぜかというと政府にならないと武器の調達はとても難しいので、ミャンマー軍は、まあ、今はあの軍政権でもあるんだけど、まあ、一応飛行場とかをずっとあのコントロールしているので、あの彼らは武器調達はいくらでもできるんですけど、まあ、それのその彼らに流れてるお金、武器を調達するとお金、あの例えばあの日本の企業が今進めてるバイコンプレックスっていうのは、あの5 の土地をあの買い上げて、あの今その開発プロジェクトは進まれてるけど、それが1年間で、まあ、32億って言われてるけど、それのお金の流れを止めてほしいし、あとはまあ日本政府としては早くそのミャンマーその民主側の政権をあの公認してほしい、あそれがあの希望ですね。ミャンマーの人々はですね、日本に対して比較的親近感を持ってきました。歴史を振り返ると日本軍がミャンマーを3年半も占領し、最後はアウン・サン・スー・チーのお父さんのアウン・サン将軍が率いるビルマ国軍が日本軍に反旗を翻している、抗日闘争までしてるわけです。でそのことは独立後も歴史教育でミャンマーの国民は習ってます。しかしそういう日本の負の歴史的な過去、日本との辛い過去は歴史上のことなんだというふうに整理し、独立後のミャンマーの人たちは日本との良い関係を築き、友好関係を深めてきたわけです。ところが今それが大きく変わろうとしているんですね。もしかしたらミャンマーの国民が日本に失望し反発を強め、反日感情を持つようなことにもなりかねない、そういうところまで来てます。そうなりますと日本国家、そして日本の企業、そして日本国民はミャンマーとどう付き合うべきかをしっかりと考え直さないといけないですね。でまず政府ですが、これははっきり言っていくら非難声明だけ出しても聞く耳を相手は持たないわけですから、次のアクションに踏み出すべきなんです。それは日本の武器としては、経済的な武器としては ODA なんですね。多額の ODA を供与しています。これを縮小させる、もしくは中止させる、これが大事です。これによって日本が本気なんだということをミン・アウン・フライン司令官以下ミャンマー国軍に示す必要がありますし、そのアクションに進めばミャンマー国民が日本に対して失望するということは起きにくくなると思います。それからもう一つは、モーさんがおっしゃったようにですね、CRPH という対抗政府、臨時政府があります。
でこの臨時政府は今国連にいるミャンマーの大使がこの CRPH 臨時政府を支持しているわけです。 CRPH によって、指名された大使だという言い方をし、クーデターを強く国連総会で批判しました。また駐イギリスにいるミャンマー大使も同じ態度を取っています。したがってこの CRPH は軽視してはいけない存在なんですね。すぐに承認というわけには残念ながらいきませんけども、日本政府はこの CRPH の存在もしっかり認識し、いずれは国連で代表権を問われるような事態にもなりかねない。 CRPH が派遣している今のミャンマー国連大使が正当なのか、それともミン・アウン・フライン氏が派遣する軍の大使が正当なのかということに国連がなりかねない、そういう事態の時に日本はどっちに投票するのかですね。その時やはり CRPH との関係を強めておく必要があると私は見てます。次に企業ですが、企業には当然責任があります。それは人権に対する責任です。もちろん利益追求が企業の基本でありますけれども、同時にビジネスと人権というのは深く関わっていて、2011年以降国連もビジネスと人権に関する指導方針というものを出しています。したがってこの場合ミャンマーの人たちの人権が著しく封じ込められているときに、軍とつながっている企業と合弁を組んだり、また軍のと関係を持つ企業と取引をするということが許されるのかどうか、これは結果的にミャンマー国民の人権侵害につながるわけですね。したがってミャンマーに進出している日本企業はですね、やっぱり軍との関係を切る方向で決断する必要がある。軍と関係を持っていないミャンマーの企業と合弁を組めばいいわけですし、そういうふうに新しい道を探るべきです。キリンビールなどは一応そっちの道を探っていると言えますね。次に国民の、やるべきことですね。日本国民ですね、これは国境を越えた市民同士の連帯というものが必要とされています。幸いなことに2011年以降10年間、特に若い人たちの間でミャンマーと日本の交流は深まってきました。大学生同士が交流してます。さまざまな団体があります。それからもちろん進出した日本企業の若い社員たちもミャンマーの魅力を新鮮に感じ取っているでしょう。でミャンマーの人たちとの関係を個人的にも築いているでしょう。でそういう中で今回ミャンマーでこんなことが起きた、あ、なんだこんな怖い国だったのか、ちょっと手を引こう、もう関心を低めようっていうような態度を取ったら元もこうなるんですね。こういう時こそ、まさにこういう時こそ日本の国民の中でミャンマーにこれまで関心を持ってきて付き合ってきた人たちはしっかりと現在の状況と関わるべきだと思うんですね。そしてミャンマーの国民とどうやってつながることができるかを考える必要があると思います。そうですね、私からは、日本の人々に、一つのお願いがあります。私の日本人の友達が私が大使死んだよと言うと、あ、私とても大好きだとか、バンコク好きだとか、モエタイ好きだとか、タイ料理結構食べてるとか結構言われてますが、でも、彼らが、タイの、本日とかタイの困難については、私と出会った前はよく知りません。なのでタイが好きの日本人の人々が、私はとても感謝してて、できれば少しでも、タイの困難とかタイの現状とかについて、検索して、もっと知っておいて、周りの 人たち、友達とかご家族とか、タイについてもっと、みんな幸せできれば、とても幸いです。皆さんに、想像してほしいです。私のとても仲良くの高校の後輩が、今もうすでに、2週間以上韓国にいます。彼が命をかけてハンガーストライクも行っています。なので今は、私がとても彼について、心配しています。こういうことを話すだけでとても悲しいという気持ちがあったり、あ、
もあって、なぜ私が、日本にいてなぜタイに、戦っていないのか、なぜタイに、何も、できないのか、すごく、悔しい気持ちがあります。なので、少しでも、皆さんタイについて、知ってくれてくれば、とても幸いです。それより、もっと、もっとサポートが、できれば、例えばタイの Human Rights Organization とか、タイ Lawyers for Human Rights とか、そういうオーガナイゼーションに、できれば少しでもドネーションが、くれれば、とても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ですね、タイの政治状況というのはですね、現在のミャンマーほど激しい、なんていうのかな、虐殺が起こっているわけではありません。ただですね、歴史を振り返ると何度もですね、100人単位の人がですね、軍によってバンコクのですね、ど真ん中でたくさんの方が殺されてきております。また現在も王室や軍に対してですね、歯向かう人間は不敬罪やコンピューター犯罪法などを使ってですね、すぐに拘束されて牢屋の中に入れられてしまいます。これはですね、なかなか物を言う自由がない、既得権益層に反発することができないといった意味でですね、タイにおける人権侵害も非常に実はひどい状況にあります。皆さんの日本人の方のイメージの中ではですね、タイってすごく穏やかでですね、なんか平和なイメージかもしれませんけれども、実際にはですね、人権品侵害もひどくてですね、かなり厳しい状況にあるということをまずお知りいただきたいと思います。その上でですね、日本政府や日本企業に対してちょっとお願いさせていただきたいのは、私はですね、こういうタイ研究という仕事柄ですね、日本政府関係者の方やですね、日系企業の方とバンコクでよくお話をさせていただく機会がありました。この方たち のおっしゃることはですね、やはり日本企業がタイでビジネスをさせていただいて、しっかり利益を出していくことが大切だと。で、日本企業がタイでね、ビジネスをやっていくかいけるかどうかは、タイ政府が認めてくれるかどうかにかかっていると。だからなかなかですね、内政干渉はしにくいんだというお話をよくお伺いしました。これは確かに分かります。日本の国益をね、考えていく上で内政干渉しにくいという部分は理解できます。ただですね、この長いですね、東南アジア、タイと日本との歴史を振り返りますとですね、日本がずっとこのタイを含める東南アジア地域で非常に良好にビジネスを行ってこれた背後にはですね、その王室や軍、大資本家だけではなく、ごくごく普通のですね、タイ人の人々、ごくごく普通の東南アジアの一般の人たちが親日的、日本のことを好きでいてくれるからこそですね、日本語を勉強してくれるような人もたくさんいるからこそ、ビジネスが円滑に行ってこれたんですね。だからこのように、ね、現在のように明白な人権侵害がある場合はですね、やはり日本も、日本企業や日本政府も勇気を持ってですね、それはおかしいですよと、あなたの国にとっていいことではありませんよと、きちんとですね、指摘していくことが大切だと思います。90年代ぐらいから日本でもそのテーラワーダ仏教というカタカナの方で、こういう東南アジアでシリランカ、ミャンマー、タイなどの仏教が、瞑想とともに、マインドフルネス瞑想とともに入ってきたかと思うんですけれども、それで皆さんもいろいろそういう本も売れるようになったり、ミャンマーやスリランカなどにそういうジョーザブブテラバダ仏教の国に興味を持たれる方も増えたと思います。もちろんそれが完璧ではなくて、人間が信仰することですから、こういうことも起きてしまったんですけど、でも私は仏教からいろんなものをいただいたし、ミャンマーの私の師匠からいただいたもの、ミャンマー人との付き合いから、友情から得たすごく分かち合う気持ちとか、与える気持ちとか、許す気持ちとか、そういう仏教から、彼の彼女たちの仏教信仰から学んだことっていうのはすごい多いんですね。それは宝だし、クーデターが起きようと、ミャンマーに行けなくなっても行けなかろうと、私の中で生きているものです。皆さんも多分仏教からそういったものを学ばれたなら、
どうか 大事にしてあげてください。それを大切に持って、いつかミャンマーにまた平和が戻るまで信じていきたいと思ってます。みんなもどうか諦めずにミャンマーのことを思ってあげてください。ミャンマーに強い影響力を持っている国の一つが中国です。確かに軍事政権の時代、すなわち1990年代から現在まで、中国は経済的にもまた政治的にもミャンマーの国軍への関与を深め、存在感を強めてきました。またこの5年間のアン・サン・スー・チー政権においても、中国は存在感をミャンマーで強めてきました。そういうことがあるものですから、このクーデターの後、いくら国軍が残虐なことをしているからといって、もしミャンマー国軍を世界の孤児にしてしまったら、すなわち孤立させてしまったら、その隙をついて中国がもっと入ってくるだろうというふうにおっしゃる方がいます。したがってそういう中国ファクターをいわば逃げ工場にして、なかなか複雑なので何も打つ手がないんですよという人も政府関係者にはいます。今回はこの前に続く暴力行為ですね、毎日子どもたちも含めて殺されている中、これをまず止めることが大事なわけですから、でその暴力行為に関しては中国もまたロシアも即時停止ということに賛成しています。となりますと、日本政府としては中国を巻き込んででもミャンマー国軍を説得する必要があると。日中関係は対立ばかりが注目されてますが、日中友好の側面もまだ残ってます。したがってそのルートを使って中国と話し合いし、日中でまた ASEAN の国々をいくつか巻き込んで、ミャンマー国軍のこの暴力をまずは停止させる、それができると思うんですね。ですから中国ファクターを逃げ工場にしてミャンマー国軍を孤立化させると、中国が出てくるから何もできないんですよっていう言い方は、これはまずいと思います。暴力行為停止というところでは中国と一緒に組めるはずなんですね。私はそう考えます。ミャンマーソルシンエンマーフェイシャーガヤマーアペヤセッタガヤマーアクワジェヤマーソルシン大家都要有生活，你嘛鐵皮有皮嘅。咩嚟咯？你嘛龍海啲乜嘢啊？你嘛禮拜咪支持咯喎？嗱，你嘛都咪攞嚟做看曬咯。你嘛都咪攞喎？嗱，打你拿打路咩啊？我打你拿打路咩啊？你嘛都一開始嚟俾看下嘅，一陣間嚟俾看下嘅，你嘛都你嘛先攞三米嚟偷看下嘅。知り合いにミャンマー人がいる、知り合いに日本人がいるという人たちは。ミャンマーにも日本にも増えてきてます。そういう中でこのミャンマーの非常に深刻な事態、日本国民として、日本に生きている市民として、何ができるのか、そこで研究者とジャーナリストが組んでですね、クラウドファンディングを始めよう。何のためのクラウドファンディングかといいますと、もちろん不服従運動に参加しているミャンマーの市民の生活を支援するためです。職を避けてですね、クーデターに抵抗をしている人たちがいます。生活は大変です。そういった人たち、またもちろん服従運動には参加してなくても生活困難になっている人たちもたくさんいます。そういった人たちに何らかの支援、食料支援を含めてしたいという方が増えてまして、そうした人たちの気持ちを何とか実現するためにもですね、このクラウドファンディングを作ろうという、画面の方にはそのクラウドファンディングの特徴が映っているわけですけども、ぜひご関心のある方はご参加ください。これはタイ経由で確実にミャンマーに届く、そういうシステムになっています。具体的なミャンマー国内の団体の名前は出せませんけども、間違いなく一番必要とする人たちのもとに届くように工夫されてますので、ぜひこのクラウドファンディングにご協力ください。